はい、ヒデチャンネルのヒデでございます。イースワンツー16回目スタートしてまいります。はい、こちらに黒い真珠があります。こちら取ってまいりました。それでですね、宮殿戻ってきましたよ。では行きます。金月堂の頂上で夢見の石像を使うということで使ってみます。ないですね。何があったんでしょう。はい、これで石化が溶けたようなのでワープします。はい、ここからですね、
ほうほう。とりあえず、水路東に進みます。あれ？また道に迷ってしまった。あれ？水路。勝負に来てますね。左下。
はい、手に入れました。バスト武器ですね。これでですね、扉が気になりますよね。なんだろう、あれ。まあいいですか。はい、はい、じゃあついにダレスとの対決に向かいます。今回のハイライトになります。あ、これがここだったんですね。なるほど。なんか謎が解けましたね。完全に理解しました。ヒゲチャンネルヒゲチャンネルでした。はい、来ましたね。もうダレスの部屋。やっぱちゃんとここまで来ると、こう部屋、あ、自分の部屋があるんですね。
これはいいですね。はい、よし、で行ってきます。魔法が使えます。強い。これ何回も効かないといけないですね。常にぐらい勝たないといけないですね。惜しいな。
なんとか倒せましたね。はい、この魔法は絶対に取ってくださいということでね。あ、すげえ、MP が入ってきました。さて、もうちょっと行っちゃいますか。よし、もうちょっと行ってみます。アドル、僕だよ、カルフだよ。僕がなんで中枢にいるのかって、それは後で話すよ。この先にみんながいる、早くそこへ行ってあげて。
ドル君、やっと来てくれたね。ほら、ラミアの村のボートだよ。女神はおそらくこの奥に。でもこの結界をどうしたらいいんだ。おや、君の右側の通路で何か動かなかったか。なんだろう、まさか魔物が。手に入れましたね。でしょう。支配できるところで、その忌々しい女神どもに封じ込められた。それからの屈辱の年月は長かった。時はあざけり笑うかのように緩やかに流れていった。しかし、ついに私の時代が到来したのだ。イーストは、この世界は私のものだ。人間どもに魔物の恐ろしさを思い知らせてくれる。そうはいかねえぜ、魔物さんよ。もうイースは地上に降りているんだぜ。忘れてもらっちゃ困るな、この盗賊のゴーバン様を。アドルさん、久しぶりですね。私です、ルタジェンマです。フレリアの盾を持ってきました。魔との決戦にはこれがいるでしょう。
はい、クレリアシールド手に入れました。来るでしょう。魔法そのものがこの世からなくならない限り、トワの平和は訪れません。魔力の源、巨大な黒い真珠がこの奥にあります。あれさえなくなれば、すべてが解決します。お願いです。黒真珠を打ち砕いてください。アドルさんにはなんて感謝していいのか。私はイースの女神、レアです。ダームの塔では、ダルクファクトを倒してくださいましたね。ダルクは、神官ファクトの子孫にあたる人。クレリアに宿っている魔力を利用して、魔物の封印を解き、世界を自分のものにしようとしたのです。かつて私たちが魔物を封じ込めた時、クレリアも地中深く埋められました。数百年の時が経ち、それが銀という名で掘り出されたのです。そして今、魔の元凶と戦う時がやってきました。あなたならやれるはずです。最後の戦いには私の指輪を使ってください。それには魔物の力を弱める効力があるんです。さあ、その剣にイースを結集した力を与えましょう。はい、ヒデチャンネルイース1、2、16回目だと思いますが、ここで終了ということになります。次回、イース1、2、ラストの予定です。はい、お楽しみにしてください。ありがとうございました。